じゃあ準決いきます。準決勝第1回戦、ベアバーサス高坂。いや面白かったですね今の試合。ちょっと前任の方がいじけてカプジャムをやってしまいました、ね、楽しそうにカプジャムをやってますね。さあ A 対 K、 さあ A グル対 K グル、カフェスの王道の対決ですね。グルーブ的には王道なんだけどキャラ的には、まあ、ちょっとベアさんね少し職人っぽい入ってから。さあこれお高坂選手がイオリを対処しない。列車にブランカ、これ勝った方は、決勝行きで最低3ポイント以上は確定する。なるほど。うまいな。さあ始まったケースサガット VS エビガ。まずはベガのクルージングスタートが始まる。おっ、あっと、ちょうど溜まって最悪の結末に。ちょっと今悔しいね。今ダブルにめり込んだ時にしっかり叩き込みたかったね。そうですね、ベアさんもびっくりしちゃったんだと思うんですけどね。本当にここでダブルやすのみたいな。これは苦しい展開が。あ、ベガは最高の立ち上がりでしたね。ベガとしては超美味しい。これサガタに無傷で勝つってのは相当美味しいぞ。さあキャン、Kキャミ相手はもう逃げ回るだけでもうゲージが溜まってしまうぐらい。キャミはやはりね攻撃力の関係上ベガ相手はしんどいですよきっと。さあこれはベガのとりあえずゲージ溜まるまでのガン逃げから、さあ最後はしっかり反撃、この画面端は怖い、これ怖いぞ怖い、あー逃がさない逃がさない、あーあー立ってしまった。あれはあれ強いよ本当に。悪いキャラだ本当に。今日でも何回も奇跡の逆転を見せている。あれ今日最高至近距離でねガードするとマイナス2振りなんだよねあれね。どっちがガードした方、ベガ側がマイナス確か2振りぐらいだったはず。ああ微妙だね。そうあれね画面上でガードするとね全然隙がないから広いんだよね。お2回とも取って、おまた奇跡の逆転を見せてくれるか。ライデンがここ腹が強い。コータマ選手あれうまい、うまい、ファイヤー。さあこれベアライデンあるぞ。え燃えたろ。あれで寒く冷えくくる高坂相手にここは逆サンタで狙えるか。そうかだからあの色なんだ。ブリザードの色。ブリザードの色。それクロス先生が黙ってないよ。ブリザード力だったら俺のも上だぞみたいな。さあこれがスーパー作業タイム。だんだん離れていく。あとあなたの追撃が安いぞ。やっぱその辺騎士さん確かにすごかったですね。騎士すごいね。おおうめえうめえ青花読みで、あすごい全キャ青花読みであんなことでやるんだ。いやー、あー強い、おしゃれなことするぜ。しかしおっと前に出た、勝ったのは勝った高坂デストロイ。ベアさんのデストラクションすげえうまかったんだけどな。青葉の指ではまさかあんなことできるとは。じゃあ次、俺バーサスもう。
いや誰もマイクをやらないので私ベアがちょっとずつ喋っていきます。東先方いより、あー兄弟対決、ちょっと押し込んでいるのが、ガオイよりですね。ここから裏表を前転で避けて回転しっかりと、いい感じに前キャンが、なるほど、今度はこれはガオイよりの実況が止まってしまいましたが、と前転表裏を昇竜で返して、おっと前転から 裏回り真空辰巳にガードされて、おっと前転を止めて、波動とソニックの打ち合い、全キャンソニックで抜けていくのはなかなか最近カプエスをやってなかったりとしては面白い光景なんですけど、と遠距離戦、当然とここで真空波動が決まって、おお沢が読まれている、とここで取ったのが桃竜と竜対竜、開幕前キャン夏の日が噛み合ってとどんどん回っていく、前転とここで大将ガオリュウが踏ん張って、大将ロレント、ゲージ状況は、2本と2本ですね。とステップと竜巻が噛み合う、投げで後ろに前転波動が噛み合う、おっと壊したつまき、と前転を止めるがテイクのが入らない、これは削り勝つか、昭和流で削って勝ったのはガオ、三決、ベアバーサスモモいきます。そうだね、決勝兄弟喧嘩だね。喧嘩って言っちゃあれだけど。まあ兄弟喧嘩って、てかこれで喧嘩だったらもう1万カペースで1万回以上喧嘩してるよもう通算で。俺とこいつ家でも散々やってたからね、まだスティックとかまだ動いてた時は。
もう家のスティックぶっ壊れたけど三決、ベアバースも、先方戦 C よりバーサス K サガット、さあずらし小足が入る、さあリバーサス勝利、さあ青花3段、さあ奥、怒りはやり過ごして、さあイオリが圧倒的リード、しかもゲージを温存している、今日も甘いが入る日だこのイオリ本当前転が通る、いやでも出しどころうまいですよ本当にで対決といえば、あの向こうの方でクロス対コードって俺一回も見たことないんだけどどっちが勝ってるのかはっきりは全然わかんないんだけどさあそん後でクロスこコードさんが呼んだからってなんか出てきそうで怖いんだけどさあそんなこと言ったら間に K キャミンも怒ってイオリが豪快に対応している、しかしこのより本当体力減らない、去年の紅白戦では何人ぐらい倒したんだろう、すげえ活躍してたよな去年の紅白戦すげえ活躍したこの桃井より、いやーくず風がいる、さあここで割り切ったリバーシャフト、いやでも C より十分すぎるぐらい仕事したなこれさあここからベアさんのキャミーはどこまで粘れるか、いやー相打ちだ9.5 対0.5って負けすぎ勝ちすぎだろクロスようですってしかもてめえ本人じゃないからコメントしてんのてめえが自分でこうようですとか言ってんじゃねえよあーっとそんなこと言ってる間にライデンがデストラクションポンパー新勝、おお、これは安いぞ、初段が当たんなければかなり安い、さあバチッと弾いたあのタッチダイパンチがあれですね、あれ怒り中だったら遠距離強パンチの威力1600に対して2000超えますからさあ開幕上りジャンプ大キックあれですね、ロレンが飛んでくるのを読んだんでしょうね、さあ対照戦 C ロレンと VS K ライデン、ライデンの飛びもあれ落ちるのか、タッシュパンチ、あれロレットの立ち持ち見た目以上にすげえ判定強えな、さあこの怒りロレット相手にぶつけられるか、やーっとここは逃げ切り勝ち、3位は、ももさんです、じゃあ決勝最初はグーじゃんけんぽいじゃあね、決勝はミーさんが実況したいってことなんで、マスクを、まずマイクを決勝は、兄弟対決決勝戦、あーくそ、さっきの悔しいな、まあひよってましたね僕がね、さあ最近 A イオリを使い始めた高坂さんと、その道に入ったいつものチームのガオさん、さあ A ブランカー大将に対してガオ選手が選ぶのが
ちょっと兄さん、あの視聴者の方々が知らないってさあ、開幕波動に開幕全キャンニープレス、もうなんか身内読み、おお、よく見る身内読みでしょうね、これ本当の意味での。さあ前に出る、怖い怖い、この竜は本当怖い。ああ、しっかりしてる。うん、さあ画面端から出て、さあエレガのゲージが溜まったので聖剣好きを連発する。さあ真上からの飛びが落としていく、あ、あれが通る、最高ですね。エレガとしたらいや、そうミーさんですね、喋ってるんですよ、喋ってるんですけど、クリスタルボイスすぎてちょっと電波に乗ってないかもしれないですね。さあベガ対、あ、これはだいぶガイルがやりにくいって聞いたことはあるんですけど、そうなってないですね。さあベガとしてはゲージをできる限り貯めたいが、一気に取り戻した。さあイオリガイル、ステップ上ジャンプ、あ、空中ガード欲しいですね、こういう時よりに。さあ、あれは再利権確定か。さあ、一息ついて、うまい。なかなか、あー、しっかりしている、誘っていた。なんかレベルに青手目がないとガイル側も逆にプレッシャー感じないんですかね、よりの。さあでもゲージが逃げた、ゲージが溜まる前にこのガイルを殺しておきたいが、ゲージがどんどん溜まっていく。さあ弾の処理がどうするか見ものですね。おっと、カサ隊で逃げる。そう、ゲージはお互い満タンで、あー、しっかりしている。ちょっとゲージを吐いてしまった。おっ、さあ痛い、これは痛い。追い詰められていく。さあガオ選手ガゼン有利。さあちょっとブランカ勝ってるか、このままいけばタイムオーバーでブランカの勝利。でも体力が全く回復しないので、あと1発か2発か。さあこの削りが痛いだが、もうちょっとリレージが溜まるので、これイオリとしては折り込み食らってもいいぐらいの、食らってもとどめさせばいけるぐらいの考え方でいいと思いますね。あー、よく見ている。ということで優勝はガオ選手、おめでとうございます。2位が高坂さんで、3位は知らない